将来は保育士になりたいということで、はい、しっかり卒業しなきゃいけないね。そうですね、はい、しっかり卒業を、頑張って卒業をして、はい、専門学校なのかな。専門学校ですね、はい、に進んで保育士になりたい。やっぱりその、はい、子供が生まれるとどうですか。赤ちゃんかわいい。もともと子供が好きなんで、子供生まれる前から子供が大好きなんで、ちっちゃい頃からなりたかった職業なんですよ。あ、そうですか、はい、で子供生まれてからも結局ずっと子供は好きなんで、保育士さんいいかなと思って。いいですね、はい、もうそういうふうに考えると、しても子供が生まれてこれから資格取ってこう保育士になったとしても、はい、すごく若くて体力のあるうちに、やっぱり子供の相手するのって体力必要じゃないですか。そうですね、やっぱり若さと体力だと思うんですよ、はい、私それで言うと、あのいいな、前途洋々ねとちょっと思いますね、はい、頑張って、じゃあ、 あの夢も叶えてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、もうあのオードリーのチャレンジオータムでの仕切りぶり、そのマーケティング の、 あの素晴らしさは、あの先生たちからもお墨付きですから、きっと素敵な社会人になるかと思います。卒業後もぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、今日のゲストはオードリー高校4年生の佐藤うららさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。